どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりチャールズバークレイです。だから右向けっつーの。あ、というわけでゆっくり実況開発実写のおじさんと共にマインクラフト実況します。というわけで今日は食料供給を安定させるために牧場を作っていこうと思います。牧場作るん？だまーぜー。というわけで前回ここら辺に集めた羊や牛たちを柵で囲っていきます。柵だけにサクサクっとね。わらわ、わかったから。そんな顔でこっち見るなよ。というわけでとりあえず円形状に柵を作っていきますか。あともう少しで円が出来上がる。よし、じゃあ動物を中に入れるために、パチンコの玉入れる隙間みたいなのを開けといて、ここから動物たちを小麦で誘って中に入れていくか。おい小麦中毒者ども見ろ、小麦やぞ小麦。小麦がまるで薬物かのような言い回しをしないでください。てかお前鉄アーマー着込んでるせいで色が羊と同じになってて、四足歩行の進化型羊みたいになってる。なんだお前も薬物やってるのか？って入り口でみんな引っかかってる。物は全員分あるんだから落ち着いて入ってこい。だからそういう風に言うなつってんだろ。よし、これで全員入ったな。あとは入り口を閉ざせば、薬物治療せと思ったらまだいたー。ほら、あんたたちこっちに来なさい。あなたたちも柵の中に入るのよ。あなたたちも自分の罪と現実に向き合うのよ。海外の薬物中毒者のドキュメンタリーに出てくる家族のおばさんかな。こらこら、落ち着きなさい。そんな顔で近づくんじゃない。ふう、なんとか全員収容することに成功したわ。というわけで牧場完成です。イェーイ。自撮りすな。インスタにあげます。インスタにあげるな。死にます。生きろ。というわけで次は洞窟を探して鉱物を集めようかな。この緑が広がる広大なフィールドの中から、なんとか鉱物ザクザクで盛りだくさんのバーゲンセールな洞窟を探しましょう。って。お、洞窟。ロシアの配核ミサイルサイロ？は？チャールズやばいわ、これ形と隠蔽具合からして、完全にロシアの配核ミサイルサイロよ。いやいや、マイクラにそんな施設ねえから、子供向けゲームだからこれ。もちろつ、ミサイルサイロってのは敵に見つからないようにこうやって隠蔽されてるもんだから、しかしここ、果たしてまだセキュリティは生きているのかしら？チャールズ危ない、核廃棄水、これに触れてしまったら最後、ゲジゲジのドロドロモンスター妖怪になるわ。いや、鉄鉱石あるから、完全に洞窟だから。お前、これ以上ふざけて動画の尺埋めようとするなら、画面左側にずっと俺の顔を映し続けるからな。クリーパーだー。何？やばいこいつ待ち伏せしてやがった。しかも川の流れのせいで後ろに流れねえ。やられちまう。あ、危なかった。今めっちゃ吹っ飛んだ。アーマーがなかったら確実に死んでたわ。おい、レイム大丈夫か？怪我はないか？いやいや、画面左全部顔面で覆っておいて大丈夫か？じゃねえよハゲ、そもそもお前の顔が邪魔でクリーパーがよく見えなかったんだろうが、人がネタやってる時に自分のネタ重ねてネタの渋滞起こしてんじゃねえよハゲ。わかったよ、消えるよ。ふう、あいつも画面から消えてなくなったけど、なんだろう、なんか寂しいというか、悲しいというか、そんな気持ちが、全くありませんだー。ぶんだぶんだぶんぶんぶんぶちちちちち、布団の中でうんこ漏らしながら寝るとか半身が温まって健康にいいらしいって噂まじ。おはよう。いや、情緒不安定かよ。うおー、危ねえ。おい、なんなんだあいつ、人が朝の光を浴びながら気持ちよく朝はパン、パンパパンチミシンを食べようとしてるのに、わー。なんかシフトキー連打してたらこの画面出ました。というわけで、今寝て起きたのでこれで、祝、6日間生存になりまーす。最初は洞窟でクリーパーに囲まれて大爆発してパート1で終わる予定だったんだけど、気づけば結構うまい具合に生き残ることができて生活レベルも拡大していってるわね。いや、パート1の予定激しすぎるだろ。お前楽いな、食料の時間だよ。お、お前何見てんだ？もしかしてお前も小麦欲しいのか？はい、じゃああげる。じゃ、チャールズやばいわ。さっきの村人の口の中に小麦突っ込んだら嗚咽してたわ。いや、普通に人の口に小麦突っ込んじゃダメでしょ。消化しやすいように喉仏の奥の奥まで指ごと突っ込んだんだけど。いや、ドSの浜だかよ。とりあえず村の最強の守護神ゴーレムにチクられる前に逃げるわ。見つかったら体を13等分に分解されちゃうからね。ゴーレム怖すぎるだろ。というわけで牧場はできたんで次は農場だね。
肉と穀物の両方から食の生活をカバーしていきますよ。というわけでまずは水を通すための穴を掘ります。お、ついに肉体作業に入るか。どかた霊夢だね。変態君土方のせいで土方って聞くとそういうイメージしかないわ。変態君土方、よし、穴ができたから、あとは、そこにバケツで水を通す作業だ。この 2×2 の無限水源からジャバジャバと水を通していくぞ。なんかとても不潔そうだけど気にせずに行くぞ。まあ、近くに川とか海とかないからしょうがないね。ハエとかゴミとか浮いてそうだけど。よし、水源はこれでバッチリ。あとは種を植える土壌を耕す。汗かきながら一生懸命作業します。はぁはぁ。あともう少し。よっしゃ、全部耕した。これで土壌は完了。あとはスーパー手作業田植えタイム。みんなも小学5年生ぐらいの時に学校で無理やりやらされたあれだね。田植えの記憶の癖が強い。それじゃあ暗くなってきたので一旦寝て朝にしますか。おやすみー。おはようございます、ゆっくり霊夢です。今日も引き続き田植え。よし、これで持っている種は全て植えた。つまりこれで農業完成でーす。おお、結構広めに作ってるぜん。ええやろ、ええやろ。こんだけ広けりゃ村人全員にパンが作れるね。まあ、全部私一人で食べるんですけどね。いや、このゲーム NPC に食べ物与えられないし、マイクラでは当たり前のことをさぞかし悪い風に言うんじゃねえよ。というわけで今日も京都で動物たちに餌やりでやんす。餌を通して動物たちに愛情を注ぐでやんす。それが終わったら洞窟探しでやんす。最低限の鉱物がないと作りたいものは何も作れないでやんす。急にやんすってこびつけるようにしてんじゃねえよ。お前そういうキャラじゃないだろ。え、そうでやんすか？そうでやんすか？じゃねえよ。おい、どうなってんだこの森。もう同じところを3周してるぞ。これが噂の呪いの森ってやつか？いや、カットで前後がわからないのをいいことに嘘ついてそれっぽくしてんじゃねえよ。で、これは、ロシアの配備核ミサイルサイロ？いや、だからただの洞窟だろ。何言ってんだよ。チャールズ気をつけて、核廃棄物目当てに盗賊がたむろしてる可能性があるわ。最悪の場合私たちも戦わざるを得ない場合があるわー。ゾンビだー。しかも剣持ってる。剣持っとるでこいつ。気をつけてー。ほら、くらえ、ヒットアンドアウェイ、ヒットアンドアウェイ。こいつをこの崖から上がらせたら私たちの負けは確定だ。いやー、さあ、わー、見てー。ちょ、止めろこの音楽。マジで鼓膜破れるからこれ。しょうがないな。っていうか、この洞窟、結構奥深いぞ。道が二手に分かれてる。今までは結構浅い洞窟ばっかりだったんだけど、これはもしかして初めてちゃんとした洞窟が来たか？とりあえずこっちは水で塞がれてるからあっちを見てくる。お、もう壁だ。ということは、進路はあっちのようね。まあまずあっちを調べる前に、取れる鉱石取っていこうかしら。メインの収穫物はこっちだからね。そろそろ目星移行物は取れたんで水源塞いで流れ止めます。おお、洞窟への道が開けていく。ハードコアモードで初めての本格的な洞窟は緊張するな。お、また水か、って。なんだこの生物は。なんか、水の流れに逆らって泳いでるな。ちょっと横通るわね。あらま、なんか可愛らしいね。敵はないようだな。とりあえず水が邪魔だからここの流れせき止めるわね。失礼するわよ、謎の生物くん。ていうかこれ、どっかで見たことあるわ。この生物、多分ウーパールーパーだわ。あのね、ヒカキンゲームズのサムネで見たこれ。お前その顔でヒカキンゲームズとか見るのかよ。まあ、せっかくの記念だしツーショット撮っとこう。お、ウーパールーパーくんもカメラの方向いてくれてる。これサムネに使えますわ、オン。急に態度でかい大物プロデューサーみたいな感じで喋らないで。まあ本質的には一緒でしょ。外面も本質も何一つ似てないから。てかこの洞窟もこれで終わりか。結局見つけたのは少々の鉄、石炭、そしてウーパールーパーくんだわ。果たして彼がどういった特性を持ってるのか、どういった機能があるのかどうかわからないけど、とりあえず可愛かったわね。そうだね、癒しだね。て、暗くね。やべえよやべえよ。洞窟探索してたら漆黒の夜が来ちまったよ。早く帰らねえと。ドラキュラに八つ咲きにされちまう。ドラキュラっていうか普通にモンスターに殺されるね。とりあえずまたこの洞窟に来れるように目印用のマッツアーキを置きながら、最短ルートで村に帰るぞ。
ごめん、今松明のことマッサージって言わなかった？言ってないね。一かけらも言ってないね。ならいいや。よし、やっと村に着いたぞ。なんとかモンスターにバレずにここまでたどり着いたぜ。って。うお。目の前で雲がゴーレムにしばかれてた。こいつうちの村人の口に小麦突っ込んだらしいからぶっ殺してやったんだ。あ、あらそう。器用な雲ですこと。おほほ。お前、命拾いしたな。それじゃあ。荷物を倉庫とかまどに片付けて寝ますか。くわ朝だ。うお、外でめっちゃモンスター燃えてる。こんなにスポーンしてたんだ。とりあえずある程度物資も揃ったし身の安全も確保できたから、次回からは家作り始めますか。おお、やっと準備が終わって家作りに入るんだな。そうよ、みんな長いこと待たせちゃったわね。それじゃ次回の霊夢のマインクラフトは、巨大トークハウスを作ります。